久々にこの前剃ったもん、ブラックの時。いや、そうそうそう。あ、俺踊ってたから証拠あるわ、来てる。そうですか。踊ってたわ、証拠あるわ。踊ってたわ、確かに。45秒って確認したか。45秒だってあれ、書かれてましたよ、コメントで。あの、ボンさんの実写初めて見ましたみたいな、いっぱい来てたよ。確かにそうかもしれないですね。そう、マイクラ勢が。ボンさんの実写初めて見ましたみたいな、わーって来てた。私はくだらない実写いっぱい撮ってましたね。何してんすかシリーズ。何してんすかシリーズはね、めっちゃ好きだったんだけどね。いや、僕思ったのが、あれちょっと早すぎたんすよね。かもしれない、確かに。うん。今、何やってんすかシリーズとか、あの、タイに行って、その、3泊4日タイでゲームで稼いだお金だけで生活したら、もっと絶対再生つくと思う。いや、まあまあ、あれがあったから今があるって考え方はね。そうか。あるけど。まあ、でも確かにそうよ。なんかちょっとやっぱ、早かったなって思いますね。ちょっと背伸びしたかもしれないけど。タイ・バンコクシリーズ好きなんだけどな。マジでいろいろあったし、なんなら、制作費の関係でカットされてるのいっぱいあるし。そうね。うん。いや、あれだって、めちゃイケずっとやってた人が作ってくれたからな、編集とかも。企画、現地まで一緒に行ってくれて。空港で帰り、飛行機が止まっちゃって、うん、その、もう、めちゃイケってたディレクターの人かな、はいはいはい。と熱い、数時間もしてたわ。みんな。いやー、あの人めっちゃおもろかったよな。うん。ノーサングラスボンジュール。あ、そうだったかもしれない。ボンさんめっちゃ焦ってたよね。帰ってこれなくなりそうだったからね。いや、そう、ボンさんマジでタイに閉じ込められるとこだったんだよ。これリアルに。金もねえしさ、金もねえしさ。だって持ってってねえからさ、使える額は。金もねえしさ。え、携帯なくしたし、パスポートなくしたし、みたいな。携帯なくして、そ、帰りの、なんか、絶対必要な書類みたいなやつをなくして。はいはいはい、はい。そう、出国に必要な書類なくして、絶対なくさないでくださいよって言ってたのになくしたのよ。したわ。そんなこと言うから、ね、そんな、絶対なくさないでくださいってみんなが言うから、すげえ大事にな方、大事に奥の方にしまったらなくした。そんなこと、そんなことあります？帰りの飛行機で見つけたけどね。分散すぎるな、本当。で、象に乗る、象に乗れる、ね、とこまで行って、象に乗れるとこで携帯なくすし。よかった、見つかってよかった。本当にタイの人たちっていい人だなと思ったわ。確かに。あれだってパクってもおかしくないですよ、iPhone だから。それが、代わりにあげたフリーザ T シャツ、ただ着てそう、ボンさん iPhone 拾ってくれた人に、フリーザの T シャツあげて、センキュー、センキューって言って。スケートルが53万ですって書いてある T シャツ着てる人にあげてきた着てるよあれ絶対絶対着てるよ私のスケートル53万です嬉しいめっちゃ面白いなあれ2人で着てたらそれ絶対俺があげたやつ2人で俺があげたやつです。そうそう。あ、現地の子供にサングラス渡したらいらないっつって。いらない。あったな。ボンさんが子供にななんかあげるあげるとか言って。いらないとか。いらないっつって。めっちゃタイのあれ面白かったけどな。メイサルク来ていたらめっちゃ危ないって言われた。そうだそうだ。え？あ、そうそうそう。メイサルク。え、それ何でしたっけ？飛行機の中で、うん、あの、飛行機なんか、降りた時に、そういえばタイって、その、迷彩服は、その軍人さんしか来ちゃいけないから、あ、その、他の一般人が来たら、一般人が来て、テロリストとか、はいはい、そういうの間違われて、そうだそうだ、捕まるよみたいな。言われた言われた、捕まるって言われた。捕まるみたいなって言ったら、俺よく見たら、俺が着てる T シャツ、迷彩服、迷彩服。空港の中で、空港の中で、着替えてた、着替えてた。着替えて。面白すぎる。そしたら、そしたらそのタイ行ってる間になんかショッピングモールみたいに行ったんですよね。あ、行きました、行きました。うん。デパートの中で、バリバリ迷彩服着てる一つの人がいたのよ。迷彩服みたいな普通のおっちゃんがいて。いた、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 迷彩服のやついた。全然いるじゃねえか。全然いるって思った。
全然いたのよ。普通のおっさんが来てた。うん、来てた来てた。あれ OK なんや、みたいな。そうバリバリめっちゃ来てた。バリバリ来てたな。いや、帰りのさ、空港で、なんか発砲事件みたいなのありましたよね。あったのよ。ありましたよね。だから僕、バーガーキングをボンさんと一緒に食いながら、発砲事件みたいなの巻き込まれて、6時間ぐらい遅れたんですよね。6時間ぐらい遅れた。で、どうさんとうろうろ空港探索とかしながら。したで、そしたら、そんな発砲事件みたいなの発生して、で、軍隊がめっちゃ出てきて、やべえってなりましたよね。そうね、ランプみたいなの、ふんふんふんって。そうそう、ふんふんふんっつって、もうすげえ警報鳴り始めて、空港で。で、軍隊ブワー出てきて、マジ焦った、あれ。一番びっくりしたね。そうそう、あ、で、女の人がめっちゃ叫んでて、めっちゃ怖かったな、あれ。怖かったな。だって普通にね、そのアサルトライフル持ってる軍隊の人たちがブワー出てきたから。うわーと思って。うん。ああいうことあるんだなと思った、本当に。確かにありましたね、いろいろね。いや、チーム精神出して、普通に見に行ったやつ、ね。めっちゃ止められた。いや、あれマジでね、あれマジ見に行ったの狂ってるよ、本当に。あれ、今考えたら、狂気の外じゃない、あれ。本当に、多分、ネジ外れてたんですよ、あの時。あんなだって冷静に考えたら、絶対見に行っちゃダメだもん。なんか軍隊の人たちに注意されながらも、ちょっつって見に行きましたもんね。絶対やっちゃダメ。あれマジで本当良くない。良くない。おもろかったな、タイの旅行あれ。